どうも、ドズルです。はい、ということで、今日雑談動画をお送りしていきたいと思います。最近ね、1日4本動画を上げているんですが、まあ、そのうち0.5本ぐらいかな。2日に1回ぐらい、あの、雑談動画を挟んでいる感じでございます。で、今日ね、ちょっと、き清さんのチャンネルにお邪魔しているんですけれども、あ、きおきさんそういえば、20万人登録者おめでとうございます。今日ね、20万人登録者が到達いたしまして、おめでたいですね。おめでとうございます。ちょ私、ドズルも、あの、追いつけるよう頑張っていきたいと思います。さ、あそれで、今日はね、本当にどうでもいいクソ動画 なののであ皆さんね雑談とかクソ動画があんま好きじゃないよっていう方はここで閉じていただいて全然構わないんですけれどもあれね清清さんのチャンネル見てて気づいてしまったんですよね清清さん大体サムネイルの右にいる説これねちょっと気になってちょっとちらっとこう眺めてみたらほとんど右にいるんですよ清さん今日はちょっと過去1ヶ月の清清さんの動画のサムネイルを見返してみてどれぐらい清さんがね 右にいるのかっていう確率を、あのー、計算していきたいと思います。私の予想は、 85%ぐらい ?90%? いや、90%はさすがないか。85%、清潔さん右にいるんじゃないかなって思ってるんですよ。こう、チラッと見た感じ。全部右に、全部右に清潔さんいるじゃないですか。これな、なんだろ、こう、ドラゴンボールの、こう、裏拍子みたいになってるのは、こう、実はこう、後で見返してみたら、清潔さんの、こう、紙芝居になってるとか、そんなオチはないよね。さすがにね。そ、そないよね。まあ、というところで、ちょっと右にいる清潔さんと、左にいる清潔さんの数を数えて、あ、真ん中にいる清潔さんもね。で、 確率を出していきたいと思います。それでは集計作業入りましょう。1。2。3。4。5。6。はい、皆様集計が終わりました。<laughs> 過去1ヶ月のき、おきよさんがサムネイルで右にいる確率だいたい7。5%でした。<laughs> これ、ドズル調べなんでね。もしかしたら皆さんのジャッジで、いや、これは真ん中でしょとか、いや、これは右だろっていうね、あのジャッジがいろいろあるかもしれませんが、だいたい75%でした。まあ、だからね、えー、明日からも4分の3の確率で、きよきよさんはサムネイルに右に現れると、えー。皆さんにね、そういった情報を今日はお伝えできたんじゃないかなと思います。はい、というところで、すげえどうでもいい動画になりましたが、まあ、こういったね、えっ、ー、と、ネタ、ネタ動画じゃないか。<laughs> まあ、ちょっとくだらない動画、好きだよっていう方はグッドボタンよろしくお願いします。 いたしますというところで、きおきょさんね、20万人に到達しておめでたいんで、私もね、ちょっと年内にきおきょさんと一緒に40万、50万をね、目指して頑張ろうぜっていうことをお互いにこう誓った中なんで、えー、これからもきおきょさんと共にですね、一生懸命頑張っていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。というとことで、えー、今日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。